ここは閣僚につながる強者か。今回は絶対に50以内に入れたと思ったのに。ちくしょう、騙された、あのインチキタコ野郎。俺の学園生活お先真っ暗だ。なんだ、あのサンバカ以外にも頭にイソギンチャクを生やした奴らがたくさん嫌がるぞ。 2,3 年の生徒もいるみてえだ。全員オクタビネル寮につながる鏡へ入っていく。俺たちも行ってみるぞ。マジかよ、すげえな、ナイトレイブンカレッジって。水の中に寮があるなんてマジかよ、すげえな、ナイトレイブンカレッジって。仮にも別の寮の縄張りに入るんだ。お前も浮かれてねえで用心しろよ。100、いや200人近くはいそうだな。それにこの場所はサテンみてえな、モストロラウンジ。エースたちはどこに行った？これはこれは、成績優秀者上位50名からあふれた哀れな皆さん、ようこそモストロラウンジへ。皆さん、僕のことはよくご存知でしょうが、改めて自己紹介を。僕はアズール・アーシングロット、オクタビネル寮の寮長であり、カフェモストロラウンジの支配人であり、そして今日から君たちの主になる男です。なんだって？君たちは僕と勝負をして負けた。契約に基づき、これから卒業までの間、僕のしもべとして身を粉にして働いてもらいます。ちょっと待った、こんなん詐欺だろ。確か君は1年生のエーストラッポラさんでしたね。詐欺だなんて人聞きが悪い。僕は契約通り君に完璧なテスト対策ノートを渡したはずですよ。しっかりこなせば90点以上は取れたはずだ。ああ、確かに取れたぜ、92点。それはよかった、お役に立てたようで何よりです。でも対策ノートを渡した相手がこんなにいるなんて話は聞いてねえよ。エースの言う通りだ。これじゃいくら対策ノートをもらったって上位50位に入れるわけないじゃないか。みんなが90点以上じゃ85点取っても赤点の時と順位が変わらねえんだぞ。あなたたち、守秘義務という言葉をご存知ですか？楽をしていい点を取りたい、落ちこぼれになりたくない、テスト前日まで遊びほうけていたい。今回期末テストで僕を頼ったバカ。いいえ、皆さんの事情は様々でしたが、誰がどんな事情でどんな契約をしたかなどというプライバシーに深く関わることを、僕がペラペラと他人に喋ったりするわけがないじゃないですか。僕はとても誠実な男ですから。ほら、契約書127ページ目に秘密保持契約についての約款があるでしょう。僕はそれを守っているだけのこと。じゃあテスト対策ノートの担保に預けた俺様の火の魔法はどうなるんだぞ？そうだ、僕の水の魔法は、俺のユニーク魔法返してくれよ。おやおや、皆さん、契約条件をもうお忘れで。期末テストの対策ノートを渡す代わりに、あなたの自慢の能力を一つ僕に預けてもらう。あなたが成績優秀者上位50位以内に入れば能力は変換し、さらに卒業まで全てのテスト対策ノートをあげましょう。でももしあなたが50位以内に入れなかった時には、卒業までの間僕に絶対服従のしもべになるとね。契約上、すでに皆さんの身柄は髪の毛の一本まで僕のものです。つまり能力を返すも返さないも僕の自由だ。そんなんありかよ。さっきから聞いてりゃ
どいつもこいつも気に入らねえ。ジャック、どうしてここに。君は頭にイソギンチャクがついていませんね。今はスタッフミーティング中です。部外者はご遠慮いただけますか。部外者、俺は自分の力で勉強した奴らと真っ向から競い合って勝ちたかったんだ。それがあんたのせいで台無しになった。十分に当事者だろうが。ジャック、俺様たちを助けに来てくれたんだぞ。勘違いすんなよ。俺はここにいる全員が気に入らねえんだ。アコギな取引を持ちかけた奴も、他人を頼ったお前らも、どっちの味方をする気もねえ。お前何しに来たの。いや、俺様、ジャックの言葉で目が覚めたんだぞ。実力で勝負すればいい。つまりアズールから実力行使で契約書を奪って破り捨てれば無効なんだぞ。はっ、言われてみれば。得意魔法がないとはいえ、こっちは人数がいるんだ。やっちまえ。やれやれ、あまり手荒なものをしたくないんですがね。ジェイド、フロイド、少し遊んであげなさい。かしこまりました。こいつら全員閉めていいの。やったー。どいつもこいつも弱い。締めがいがねえな。まるで無力な稚魚の群れですね。アズールってやつ、どんだけいろんな魔法が使えるんだよ。反則じゃん。アズールの持つ金色の契約書がエースたちの攻撃を全部弾いてんのか。日頃自分がどれだけ得意魔法に頼ってたか分かるな。火を出さないグリムとか、ただのタヌキだわ。ごめん、俺様はタヌキじゃねえ。皆さんはこの金の契約書にサインをした。正式な契約は何人たりとも破棄できない。どんな魔法を使うのか、この契約書に傷一つつけることはできませんよ。頭にイソギンチャクが生えている限り、君たちは僕の命令に従わざるを得ない。まずはこのラウンジの清掃をしてもらいましょうか。次に食材の仕込みを。さあ、立ち上がってキリキリ働きなさい。マジかよ。ジェイド、フロイド、新入りの指導は任せましたよ。はーい。サバナクロー寮のジャック・ハウル君に、オンボロ寮の監督生でしたね。君たちもどうぞお引き取りを。次はぜひお客様として店においでください。いつでも歓迎しますよ。おい監督生、一旦戻って仕切り直すぞ。さっきの勝負を見てたろ。丸腰じゃ話にならねえ。頭にイソギンチャクをつけられた奴らは、テストでいい点を取るためにアズールと契約してまんまと騙された。ってことで間違いなさそうだな。上位50位に入ることって条件だったようだが、あれだけ大量の生徒と契約していれば、ほとんどの契約者が50位からあぶれることになる。最初からアズールはそれを狙ってたってことか。他人の力でいい成績取っても何の意味もねえだろ。自分の力を周りに示せる機会を棒に振るなんざ、それこそバカだ。学園の生徒全員がハウル君のように自意識強めで面倒くさい。いや、真面目だったら私も苦労しないんですがね。うわ、学園長、びっくりした。はあ、今年もアーシェングロット君の商売を止めることができませんでした。アズール・アーシェングロット君、
オクタビネル寮寮長を務める2年生です。ローズハート君同様、2年生にして寮長を務める非常に優秀な生徒なのですが、少し、いえ、だいぶ問題がありまして。問題って詐欺行為のことか。だったら学園長が命令して辞めさせればいいじゃないですか。それが私が教師だからこそ彼の行為を禁止できないのです。どういうことですか。アーシェン・グロット君が生徒たちにばらまいたテスト対策ノートですが、あれは事前に出題用紙や回答を盗み見るなどの不正行為で作られたものではありません。ナイト・レイヴン・カレッジ過去100年分のテスト出題傾向を徹底的に調べ上げ、自力で練り上げた虎の巻なんです。自分の力だけでそんなもん作るなんて、やるじゃねえかあいつ。待てよ、つまり不正じゃないことが逆に厄介ってことか。ハウル君、良い着眼点です。教師の立場として、一生徒が合法的な努力でテストの対策ノートを作ることは禁止できません。そして親切で友人に勉強を教えることもね。禁止したら勉強するな、ダチと協力すんなって言ってるようなもんだな。厄介だ。その通り。そういえば学園長、さっき今年も商売を止めることができなかったって言ってたっすよね。まさか去年もこんなことが。ええ、去年はまだ彼の対策ノートの評判があまり広まっていなかった分、これほど大きな騒ぎにはならなかったんですが、今年はテストでいい点が取りたいならモストロラウンジへという噂が学園中に流れていたようで。でも契約違反をすればどんなひどい目に遭うかは、強固な守秘義務があって広まらなかった。そのようです。結果今年はアーシェン・グロット君と取引する生徒が続出、全学年全教科の平均点が90点を超える事態になってしまったというわけです。全教科の平均点が全て赤点になるよりはマシですが、しかし去年あいつとの勝負に負けたやつは未だにずっと能力を取り上げられたままってことか。それが彼は去年生徒たちから取り上げた能力を元に戻すことを条件に、学園内でモストロラウンジの経営を許可するよう私に交渉してきたのです。はあ？ナイト・レイヴン・カレッジは優秀な魔法師を輩出する歴史ある名門校。それなのにささやかな魔法しか使えない生徒ばかりになってしまっては困りますよね、学園長。そこで私から一つご提案が。何？あなたにとってそんな話ではありません。といった具合に。なんつう野郎だ。学園長を脅して取引なんて、あのレオナ先輩が近づきたがらないのもわかるぜ。しかも売り上げの 10% を学園に上納するというウィンウィンの関係まで提案してきて、もうって、あんたもうまい目に遭ってるじゃないですか。ああ、今年は一体何を要求されるか。バカな生、いやかわいそうな生徒たちのためなら私はまた彼の要求を飲んでしまうでしょう。私優しいので。アーシェン・グロット君は真面目に勉強し、その知識を慈悲深くも他の生徒に教えているだけ。教師としてはやめるよう強く言えません。なんでこの学園にはちょっと問題がある生徒ばっかり入学してくるんでしょう。おいというわけで、こんなことはやめるようアーシェン・グロット君を説得してくれませんか。はあ、最近オンボロ寮の食費が非常にかさんでいるんですよね。懐が寒いな。
誰かさんを元の世界に戻すためのリサーチをしているせいで問題解決に割く時間もなかなか取れないし、いえ気にしなくてもいいんですよ、私優しいので。この教師にしてあの生徒ありって感じだな。そうですか、引き受けてくれますか。さすが私が見込んだ監督生です。じゃあ私は忙しいのでこれで失礼。くれぐれも頼みましたよ。学園長、本当に神出鬼没だな。で、具体的にどうするつもりなんだ。お前の言う通り、やめろと説得したところで素直にやめるとは思えねえが。ああ、狩りの基本は相手をよく知るところからだ。お前、分かってんじゃねえか。それに、エースたちも少しくらい痛い目見て反省した方がいいしな。